シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、フードコーディネーターの桜庭美佐さんです。食と日本酒の知識が豊富なんですよ。よろしくお願いします。お願いします。さあ美佐さん、今日は何を作りますか？はい、春菊シーザーサラダです。おー、はい、春菊鍋に入れたりだとか。そうです、ちょっとなんか熱を加えるイメージですけど、はいはい、生で食べても美味しいです。はい、では気になる材料を見ていきましょう。4人分で掲載しています。春菊1束、粉チーズ大さじ1、ゆで卵1個、ドレッシングはマヨネーズ、無糖ヨーグルト大さじ2、粉チーズ大さじ1、レモン汁、おろしにんにく、砂糖、粗挽き黒胡椒、それぞれ小さじ1です。はい、ではお願いします。はい、材料は春菊と、そしてお好みの硬さに茹でた、ゆで卵です。はい、本当に春菊だけなんですね。そうなんですよではこちらをですね、まずは葉と茎に分けておきます。はい、で葉はもう手でちぎって食べやすいちょっと大きさまで少しね、はい、ちぎっていきますね。葉の部分ちぎっていく。はい、今日はいい夫婦の日ですのでね。あ、夫婦で2人で大丈夫だよ、またなんか細かくなりすぎないですか？大丈夫ですかねあ、いらんこと言ってもらったで、まあ、葉と茎も中切りましょうね。はい、で分けた茎の部分なんですけれども、はい、やっぱりちょっと細いところや太いところがあるので、うん、細いところは、まあ、3センチくらいにこう少しね切ってカットして、茎はカットしていくんですね。はい、茎はですね、はい、包丁でカットしてですね、はい、いきます。で少しちょっとこう太めの部分はですね、斜め薄切りでカットします。春菊は本当に体にいいですし、今の時期ね、食べる風邪薬とも言われるぐらい、ベータカロテンとあとビタミン C がとっても豊富なんですね。やっぱりあの体調崩しやすい時期でもありますからね。そうですね、はい、ではですね、まあ、あとはもうざっくり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 、はい、茎の部分は、はい、ざっくり切っていきます。はい、これを冷水にさらしていきます。はい、はい、ね、茎の部分も、茎の部分入れました。で、はい、先の葉の部分も、葉の部分も入れるんですね。はい、まあ、今の時期ね、お水も水道から出してもちょっと冷たかったりするんですけれども、はい、ちょっと気になる方は氷も一緒に入れて、はい、冷水にさらしていきます。はい、今日のポイント一つ目です。はい、ね、冷水にさらすことでシャキッとした食感になりますし、はい、たださっき言ったようにあのちょっとね、あの栄養も豊富なので、あまり今度水に浸しすぎるとあの水溶性の栄養分が流れちゃうので、はい、まあ、大体 2,3 分くらいが目安です。はい、ではですね、今度は、はい、ドレッシング、はい、作っていきますね。はい、ドレッシング作り浸してる間に、はい、ではヨーグルトです。はい、まあ、無糖のヨーグルトなんですけれど、なので、はい、大さじ2ですね。はい、お砂糖、無糖のヨーグルト、はい、でこれもし甘みがついているあの、はい、ヨーグルトであればお砂糖は控えめで大丈夫です。はい、はい、お砂糖を入れました。はい、そしてマヨネーズを加えます。マヨネーズ、はい、大さじ2ですね。砂糖は今日のポイント2つ目なんですけどもね、はい、無糖を使っているので今回入れてます。はいですね。で黒胡椒、粗挽きの黒胡椒です。小さじ1ですね。はい、そしておろしにんにく、こちらチューブのものがあればチューブでも大丈夫です。はい、小さじ1ですね。はい、そして、粉チーズ入ります。はい、粉チーズ大さじ1です。そして、レモン汁なんですが、はい、もしレモン汁なければお酢でも大丈夫です。ね、酢でも代用できるんですね。はい、小さじ1です。はい、こちらをよく混ぜ合わせてもドレッシングは完成です。はい、では先ほど冷水にさらしていたこちらの春菊ですね。でしっかり水を切って、はい、つるにあけて水を切って、もうお皿に盛り付けておきますね。はい、そしてこちらの卵ですね。はい、卵を上に乗せて真ん中に、あー、いいですね。今日はこちらは、はい、まあ、温泉卵風、だいぶちょっとね柔らかめの、はい、茹で加減です。 ですね、ではこちらにドレッシングをかけて、はい、まあ、もしねドレッシング余った場合は冷蔵庫に入れて、また他のね野菜に使って他のサラダで、はい、はい、できますから、ね、今回は
ね、春菊ですけれども、はい、いろんな方に使えます、はい、で、粉チーズ、追い粉チーズですね、はいはい、大体大さじ1くらい、まあ、お好みの量をまた振りかけていただいて、はい、そうするとたっぷりかけたい、はい、そうですねたっぷりかけたい方はたっぷりかけてください、うん、はい、で、これで完成です。はい、こちらで春菊シーザーサラダ完成です。食べる際はよくあえて、はい、食べてください。はい、詳しい作り方そして材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますのでゆっくりとご覧ください。はい、私本当サラダでこんなに春菊たっぷり食べるの初めて。よく絡めていただきます。はい、うん、うん、食べやすい。うん、後からちゃんと春菊の香りもする。はい、うん、ドレッシング美味しいですね。カルバちゃん、ね、びっくりや、うん、美味しい。春菊こんなに食べれるんだね。そう、このドレッシング本当、ね、めっちゃ美味しい。さっぱり食べられる、うんうん、ちょっとピリ辛だし、うん、そこまで酸味が強いわけでもなく、うん、これもう、うん、うわ、マヨネーズのコクも感じられて美味しい。春菊たっぷり食べて元気に冬乗り越えたいです。そうですね、はい、風邪をひかないように、はい、さあ今週はフードコーディネーター桜庭美佐夫さんと春菊シーザーサラダ作りました。来週も美佐夫さんとレンコンとしめじのバター醤油炒め作ります。以上シェフズレシピでした、うん。